なんですが、このねバタフライエフェクトにも収録されていますので、ぜひ聴いていただいて気に入ったらですね買っていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。募金といっても、まあ、たかが知れてるし、まあ、歌いに行くって言っても知名度がなくてね、まあ、喜ばれるんじゃないんじゃないかなとか、で、まあ、仕事も忙しくてなかなかこうなんかボランティアもできない、まあ、その時に迷いとかそういう、まあ、歌詞を綴った曲なんですね。だから僕は結局、まあ、歌でしか、まあ、こういう活動、まあ、支援とかできないんですけども、まあ、このアルバムを通じて、まあ、少しでもね皆さんが震災のことを忘れないで、いつまでも胸に刻んでいてほしいなと思いますし、まあ、このアルバムを買っていただくことでですね、まあ、被災地の方の義援金にもなりますので、まあ、ぜひですねこのバタフライエフェクト、シリーズをですね、
鑑定いただきたいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。アンサーです。